瞬間見えのコーナーです今日は渡来郡大輝町の話題大輝町の服部吉人町長にお話を伺っていきます、はい、町長どうぞよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします服部町長は去年2月に行われた選挙で町長に選ばれました町長に就任してからの1年、まあ、朝鮮運営の舵取りを担ってこられましたが改めて振り返ってみてどんな1年でしたか、はい、そうですねあの就任の、えー、初日から 大雨警報が発令されましてその豪雨による農業用水路の被害がたくさんありましてなんとか田植えまでに普及しなければならないということで最初の仕事が現場をですねいろいろ回ったりしましたまた4月にはですねこのデジタル社会に向けてのデジタル推進室を役場に設置するなど役場の機構改革にも取り組みました。月にはです、ね えー、新型コロナウイルスの感染防止対策といたしまして、うん、ワクチンの接種を開始しまして、えー、集団、接種会場には毎回こう顔を出すなど本当にあっという間の1年でした本当にお話を伺っただけでも,もう初日から防災に取り組まれそして、この1年を通してもまだまだ収束していないコロナ禍の,その対応にも追われていたという印象を受けました。はいはい ここからはですね、その町長就任1年目となった服部町長がこの1年でどんな取り組みを行ってきたのかについて伺っていきたいと思います。先ほども申し上げた通り、まあコロナ禍ということもあるんですけども、はい、もう就任した当初からね本当にこの大変な状況だったと思いますが、はい、この感染症対策っていうのはどんなふうに進めてこられましたか。はい、まさに、えー、コロナ禍でしたね。あの2年前からですね、こう日本でも この新型コロナウイルスの感染拡大が始まり、うんえー、昨年2月にこの町長選挙がありまして。ちょうどね、その1ヶ月前に、私の両親がこう、コロナに感染し、はい、まあ、大気象だよねですね。えー、初めてと、あの、いうことで、まあ、私にとって、いろいろなことを経験させてもらったり。うん、まあ、勉強もですね、させてもらいました。まあ、この感染した方の、この身になっての、体験から。うん この感染防止には強い思いがありましてその対策に全力を注いでまいりました、まあ、まずはこの新型コロナウイルス対策が一番の課題であったため小学校中学校また保育園また各施設のですね感染防止対策そしてこのワクチン接種に取り組みました、まあ、このワクチン接種国や県の指導のも下、まあ、各医療機関の先生方また あの役場職員の協力によりまして半年間スムーズに、えー、実施できたことにつきましては、うん、皆さんに感謝申し上げるところですはいそしてあの去年から進められている新型コロナウイルスワクチンなんですけども <laughs> 大気町では去年どんな形で行ってこられましたかそうですね、えー、集団接種につきましては、えー、昨年5月9日から始まりまして、うんまあ、日曜日を接種日として 10月の10日まで、えー、合計 20, 20日間の、えー、接種日を設けまして、えー、2194人の方々が、えー、接種を受けられました、はい、あ私も、ね、毎回会場に出てきまして<あ>皆さんに声を、ねえー、かけさせていただきました個別接種につきましても、えー、大台厚生病院を含めまして町内の6つの医療機関で 三千八百二十人、うん、まあ他の施設で接種を受けられた方も合わせて六千八百人以上、うん、まあ約あの対象者の方のですね九割が<ー>、えー、接種を受けられた状況です。九割となってくるとまあかなり多くの人がもうワクチン二回目終えられたということなんですけれども、はい、まあ三回目の追加接種っていうのがもう各市町で始まっていますよね。大気町ではどうですか？そうですね。えー、この三回目の、うん、追加接種ですけれども。 集団接種につきましては2月の13日から個別接種が2月の21日から始めておりまして先週までに約3,600人以上の方接種対象者の半数の方が受けられましたどうしてもですねこう副反応が心配されておりましてファイザー製かまたモデルナ製かとこう言われていましたが私はですね1回目2回目とファイザー製3回目は モデルナ製を接種しましたが特にです、ね、あの副反応はありませんでした。また 5, 月からです、ね、5歳から11歳までの1回目の接種ですが対象者の人は261人3月30日から本格的に腸内の医療機関でも接種を開始します保護者の方々の意見をです、ね、よく聞き慎重にです、ね、対応していきたいと思っております。またあの PCR あの検査におきましても大台町、大台厚生病院の協力のもと、いち早く結果が判定される、私の経験からあのけん判明されることは大事ということで、大台厚生病院にえ検査機器を導入させていただき、検査費用につきましても、必要な検査につきましては全額町で補助することにたいたしました、はい。 ワクチンを使って皆さんの命を守っていくことと同じように大切になってくるのが打撃を受けた地域経済の活性化にもなってくると思うんですがコロナ禍の経済対策というのはいかかがでしたかコロナ禍の経済対策といたしましては中小企業の皆さんには国、県の補助に上乗せの補助をいたしました。た人当たり 1万5000円の商品券を配布しまして、まあ、地元の商店や企業の活性化はもちろんのこと町民のせ生活支援を目的としてその対策に取り組んでいたしましてあの皆さんにはです、ね、本当に、うん、あの喜んでもらっております。あのこの 自治体ごとの独自のその商品券で結構こう千円単位のが多かったイメージなんですけども、はい、大気町では五百円単位ということで、はい、なんか気軽な買い物にも使いやすくていいですね。そうですね。あの使いやすくなっております。はい。そして地元農家の支援も行われたということなんですがいかがでしょうか。この米のですね、あの買取価格の低迷これがありまして、その農家の方々への支援といたしまして、水戸<ー>、えー、作付け農家の 緊急支援金といたしまして、あの出荷する一票あたりにつき、千円の補助をいたしました。まあ、あの令和四年度は、今度はの臨時支援金といたしまして、作付け面積十、まある一単につきです、ね、三千円の補助を行いたいと思っております。 こういったねきめ細かな支援というのが印象的ですがあの服部町長は町長就任前は町の職員だったということでさまざ、あ、まな現場に足運ばれていたと思うんですけどもどうでしょうかそういった中でやっぱりこう皆さんの住民の声を聞くっていうことはかなり大切に今もされているんじゃないですか。あののののの選挙でののですね、うん、あ公約の一つとととして、まあ、町民総理の町づくりというこ,とでこう地域へ出ま 出向きまあ、各種団体の方々と懇談会を開催しまして調整に反映していきたいということから夏までにね、えー、6つの地域また4つの各団体と懇談会を持ちました、はい、各地域の皆さんからはインフラの整備また防災防犯対策などの安心して暮らせる取り組みまた各種団体の皆さんからはコミュニティバスやコロナ対策また各種手当の拡充などの 福祉施策や観光対策、また環境対策などの意見が寄せられまして、まあ、今後の、えー、課題として取り組んででいるところです、うん、今お話にありましたインフラ整備なんですけれども、はい、そのインフラに関わる取り組みでこの週末に町内に新しい公園がオープンすするそうですねはい、えー、滝原にある、えー、滝原ふれあいの里公園が、えー、今月の27日に、えー、オープン。 いたします、まあ。こちらがですね、えー、竹原ふれあいの里公園の、えー、完成イメージ図になります。あのたこの竹原ふれあいの里公園ですが、えー、大宮中学校に隣接する庁営、えー、のテニスコートを公園としてね、えー、整備するものでございまして、えー、テニスコートのコート数は3面から2面に減らすものの、えー、人工芝の張り替えや この照明施設の LED 化などの整備、また公園といたしまして、えー、新しく遊具の設置、うん、芝生広場、公衆トイレを設置するもので、まあ、近くにはですね、えー、大多喜峡のキャンプ場、そして小学校、保育園がありまして、まあ、子どもたちを中心にですね、えー、町民の憩いの場として有効していただくものです。 公園の真ん中にですね。はい、大きなこのクスノキがあるんですけども。はいね、はい、その木の下にですね。うん、木製のまあ、基地とそう基地を想定した遊具もですね<ー>、えー、設置しております。ね、こういった開かれた空間でなんか、それこそ本当に住民の皆さんの憩いの場にね。なりそうですね。はい、そうですね。楽しんでもらえれば本当によろしい。あの嬉しいです。はい さあここまで就任して1年になる大樹町服部町長にこの1年取り組んだ事業について伺いましたこのあとは来年度令和4年度の朝鮮運営について伺っていきます瞬間見えです今日は「渡来郡大樹町」の話題です 大気町の服部良人町長に引き続きお話を伺っていきます、はい、町長どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますさあ現在 SNS での発信というものが定着化していますが町長も大気町長活動報告として Facebook を開設されているということなんですねこの大気町のホームページの中にと町長の活動報告として Facebook を開設しています、うん、このデジタル社会にですね の必死に、あの、ついていこうということで、<laughs> あの、頑張っているところです。はい、まあ、とにかくですね。この町がどんなことをやっているか。また、待機長ですね。あの、知ってもらうということで、この情報発信に、頑張っております。まあ、今日もですね。あの、柏崎保育園の、閉園のことなどを掲載させてもられました。はい、このね。ま、アイコンが蝶々のイラスト似顔絵で素敵ですね。まあ、あの、ワクチンのね。 あの接種状況なんかは毎回、またそうして行事はですね現場で見たことなどもまあ掲載しておりますので、また今後見てください、はい、なんかこう、やっぱり町長のお仕事って、どんなものなんだろうっていうのが、意外と住んでいるとね、感じることあると思うんですけども、はい、そういったね、町長の活動だったり、大機中の魅力っていうのを身近に感じることができそうですね。そうでですすね、はい、感じでもらえばよろしいです、はい さあ、そしてここからは新年度令和4年度の調整運営についてお話を伺っていきます。徐々にやはり重要となってくるのが、コロナ禍のその対策じゃないですか？そうですね。あの新年度もですね。このコロナ対策にはあの取り組みなかなければならないと思っております。まあ、引き続きですね。このワクチン接種に積極的に実施してまいります。まで、あ、にあの5歳以上のあの子供の接種の予約も行っておりますが。 これにつきましても、えー、保護者の方々のご意見をお聞きし、まあ、慎重に対応していかなければならないと思ってますし、まあ、今後もです、ね、この国、県の動向を見据えて対応していきたいと思っております。まあ、引き続きです、ね、基本的なマスクの着用、手指消毒、3密の回避など、感染防止意識の向上と、うん、ぜひとも気を緩めないことを皆さんにお願いしていきます。またこの PCR 検査の受診体制の確立や検査費用の補助、またこの経済対策の町民1人当たり1万5000円分の商品券の配布事業なども、まあ、今年度同様、来年も引き続きやっていきます。 コロナ対策では本当に街が一体となって取り組んでいくことが求められていいくと思いますそしてですね新年度の取り組みとして地域産業の支援活性化に関わる新しい取り組みがあると伺いましたどういったものでしょうか、はいはいまあ、今年新たにですね農業の新規収納者の方、まあ、漁業の新規就農者の方に対しまして超独自で支援することにいたしました。 内容はですね、うんえー、農業神経就業者の方につきましては現在イチゴや、えー、キャベツの栽培をしている方が、まあ、国の支援5年間の支援を行っておりますが、うんうん、その支援の後町がですね、えー、毎年50万円を5年間あの支援することにしております。<ー>またあのこの漁業の新規就業者の方につきましては、うん、この三重外湾漁協がですね認めた方に、まあ、最初の年ですけれども この漁具の購入などを支援するものになります。うん、なんかこう農業だったり漁業を新しく始める、そして継続して取り組んでいくという方にとっては、こう町がサポートしてくれるっていうのは非常に喜ばしいですし、そういったね嬉しいという声聞こえてきそうですね。そうですね。ぜひとも頑張っていただきたいなと思います。はい。そして続いては防災に関する取り組みを伺っていきたいと思います。こちらはどんな事業になりますか？ この防災事業につきましてはあの既にですで、ね、に避難所などのハード的なものは整備されておりまして、うん、まあこの新年度からはソフト面ということであの自助、共助、公助について、まあ、力を入れて,入れていきたいと思いますが、まあ、その中でも特に共、えー、助、自助について力を入れてまずはです、ね、この共助の部分といたしましてあの各地域の自主防災組織には この資機材の購入や、まあ、訓練の費用にあの防災・助け合い補助金といたしまして、まあ、10万円を限度にです、ね、その半額を補助いたします、うん、そしてあの自助ということで各家庭にはです、ね、あの防災用品や、まあ、家具の転倒防止器具<ー>まあそういうものの購入に、ねえー、防災・備えて安心補助金といたしまして 1>,、うん、まあ1万円を限度にまた高齢者の世帯 いやまあ要支援の方につきましては1万5000円を限度に4分の3を支給いたします、まあ、少しでもですねこの防災対策、また防災意識の向上にね、うん、あ,のあればいいかなと思っております安心安全な生活の柱になってくる防災対策ですが、はい、あの他にも住民の暮らしを支援する取り組みもあると伺いましたがこちらはどんなものでしょうか。 そうですね、この制度はです、ねまあ、の粗大ごみがありますけれども、うん、その粗大ごみを多気町にある施設に搬入する手当がです、ねまあ、困難の方に対しましてその運搬を業者に依頼した費用の半額、まあ、1万円を限度といたしましてあの補助させてもらいます、まあ、高齢者の,あの世帯の方につきましては1万5千円を限度に、まあ、3分の2を、まあ、町があの補助していくものになります。 こうして、ね、お話伺ってみると本当に大樹町に住んでいてありがたいなと感じる支援が多いなというふうにそしてあの地域の方にとっては少し寂しい話題になるかもしれませんが町内で登校される保育園があるとということなんですね、はい、あの先ほどもちょっとあの言ったんですけれども柏崎若葉保育園につきましては、まあ、今日ね、えー、卒園式ありまして。うん 4名の園児の方が卒園され、まあ、今度6名になるということを聞いております、まあ、園舎の老朽化によりその回収にですね相当な費用がかかることから大内山にある大内山保育園と統合いたしまして大内山保育園を利用し新たに待機保,保育園として生まれ変わります。まああのー 地域の方々また保護者の方々にはですね本当にこうご理解いただきまして感謝いたしておりますあこの保育士の適正な配置による保育の向上が得られることやま年間300万円ほどの経費が節減できますので保育環境の向上に努めま園児の創業などにも十分こう配慮を行いたいと思っておりますまたその保育園の跡地につきましては 公園の整備や、まあ、消防団の詰め所の建設など、まあ、防災対策や、えー、地域の憩いの場としてです、ね、活用を考えておりますはいそして最後はです、ね、観光面の取り組みということで、まあ、大気町といえば豊かな自然の恵みが、ね、本当に大きな魅力の1つだと思うんですけどもあの観光協会の設立が予定されていると伺いましたこれまで大気町には観光協会がなかったということでしょうか。はい この観光協会ですが平成24年度まではねありましたが現在はありませんああのその後大気町商工会が通信中心となりまして、えー、大気町地域活性化協議会が設立されまして、まあ、現在さまざまなところで、えー、活躍されておりまして<ー>この大気町の魅力発信に貢献されております、まあ、こうした活動を強く、えー、推進するため、まあ、再度 えー、観光協会を設立しこの大気町の魅力の発信をさらにこうパワーアップしていこうという,、うん、というものでこの令和4年度中に設立を目指しております、まあ、町といたしましても職員の派遣また財政支援をいたします、うんまあ、この町内にはです、ね、あの伊勢神宮の別宮である滝原,滝原宮、うん、また日本でもです、ね、ここしかないあの神戸の宮余望神社、うん また世界遺産の熊野古道、大内山動物園、また錦のトルビカルガーデン、また柏崎の紫陽花花祭り、まあこういったたくさんのですね観光資源があります。また特産品といたしましても松坂肉でおなじみの奈良ハ肉牛、大内山牛乳、錦のブリなどがあります。まあこのことから今後はですね、町内の商工業、農林漁業の発展や まコロナ禍の中、なかなか厳しい状況でありますが今後も力を合わせてです、ね、町の発展に頑張ってもらえたらなというふうに今、観光支援の観光振興のお話ありましたがあの大樹町を代表するイベントの1つ ぶりまつりの開催が今年も中止となりました、ねはい、例年春先に開催している錦ぶりまつりですが、まあ、去年に続き新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止ということなんですねまた来年は、ね、開催されることを、ね、皆ささん期待されていますすねねそうで最後に調整運営の2年目町長、始まっていますが改めて抱負を聞かせていただけますか。そうですねあの引き続き続 公約の実現を目指してま全力で取り組んでいきたいと思っております。まあ、皆さんのですね。ご意見をま調整に反映するためま、今までと同様にこの地域に出向いてまいります。まあ、身近なところからきめ細かにと思っております。また、高齢者の見守りにデジタルを活用することや地域交通の充実などの福祉対策。 またコスト対抵対策にも取り組んでいきますまたあの近隣の町との連携によりまして観光経済防災対策も図っていきたいなというふうに思っておりますまあ、最後になりますが、はい、この笑顔の絶えない町づくりにも、うん、一生懸命取り組んでまいりますのでどうか町民の皆様のご協力をよろしくお願いいたします さあ今日の瞬間見栄は大輝町の服部良人町長にお話し伺いました服部町長ありがとうございましたどうもありがとうございました次回の瞬間見栄は三月二十八日月曜日川越町の話題をお送りします以上瞬間見栄でした